次の質問者に移ります。36番畑良二君。36番。皆さんおはようございます。自由民主党県議団畑良二です。一般質問最終日になりました。お疲れのこととは思いますが、しばらくお付き合いをいただきたいと思います。新型コロナウイルスで国内はもとより世界的にも混乱と混迷の中、人が集まる場所への自粛が申し合わされる状況下であるにもかかわらず、本日も傍聴席のお利用いただいた皆さん、ありがとうございます。本日は3月11日、今から9年前の2011年東日本大震災発生の日であります。西日本豪雨災害を重ね犠牲となられた方々への哀戚の念なおやまず、復旧復興に頑張っている皆さんへの思いを馳せながら、今回で56回目の質問を始めたいと思います。さて、岡山県は今日まで政府の対策本部や WHO による緊急事態宣言などを踏まえて、岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部を設置するなど、誠に緊張感のある対応を迫られました。さらに国からは夏場へにさまざまな行事やイベントなどの自粛に引き続いて、小学校、中学校、高等学校および特別支援学校の一斉臨時休業についての通達、また学校の臨時休業に関連して保育所等の対応についての通達等にもかかわらず、知事並びに保健福祉部長、教育長、そして執行部の皆さんにおかれましては、県民の命と健康を守るためにその対策を奔走されました。そして今日なお継続中であります。まずもってその取り組みのご労苦に対し、心からの敬意と感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。2月28日の安倍首相の記者会見は、新型コロナウイルスに対する戦いへの全面的な協力を呼びかけたものであり、収束への道のりは予断を許さないものがあり、厳しい戦いが続くことを確保しなければならないと述べられ、国政の最高責任者にしかできない政治判断を下されたものであります。政治は結果責任として逃げるつもりはないとする首相の決断は、緊急事態に臨むリーダーとして重い責任を背負った言葉でありました。しかしながら、感染拡大を予防するためとはいえ、一斉休業に伴うさまざまな障害や経済への深刻な影響を考えるときに、首相や政府に任せてできることではなく、改めて各自治体や企業、また国民一人一人も力を合わせて取り組む必要があります。知事におかれましては、県民の協力体制を構築して、なお一層の団結力を醸成するなど、災いに翻弄されるのではなく、本県独自の判断や取り組みを創意工夫して実施していただきたいのであります。3月6日には岡山県在住者の感染が初めて確認されましたが、まさしく正念場であります。この緊急事態に県政のトップリーダーである知事が先頭に立って全力で立ち向かっていただきたいのであります。災いを転じて福となすということわざがありますが、まさしくこのような災いをも転じて、この事態が収束した後には知事への信頼感が一層増し、県民が一体となった地方が地方らしく生きる真の地方創生につながっていくものと思います。感染拡大の防止に取り組みにあたって、改めて知事の意気込みを問いたいと思います。と同時に、あらゆる選択肢を想定しながら、本県の状況を的確に捉えた機動的効果的な取り組みを行うためには、財政的には補正予算を編成して対応しなければならないのではないかと思います。どのようにお考えか、知事のご所見をお聞かせください。さて、今回の安倍首相の全国一斉による小中高並びに支援学校の臨時休校の要請に対し、本県の美作市、茨城市は形状通りに
事業継続するとの策を打ち出しました。なぜならば安倍首相は今回の要請は法的拘束力を有するものではないと述べ、さらには文部科学省事務次官通達にも一斉臨時休業の要請を全ての関係機関に通知しながらも、なお臨時休業の期間や形態については地域や学校の実情を踏まえ各学校の設置者において判断いただくことを妨げるものではありませんと明記されているからであります。そして県教委では県立学校に対し一斉臨時休業の通達をし、休業期間や特別支援学校の対応、児童生徒への指導等の通知をするとともに、市町村教委には県立学校の対応を通知したにもかかわらず、当初井原市は市内の小学校13校については共働き世帯への影響を考慮して春休みに入るまで通常授業を続けると決定し、美作市も市内小中学校14校で通常授業を行うとしました。教育長は美作市と井原市の対応に対しどのような所感をお持ちでしょうか。さらに教育長にはこの休業期間を災いを転じて福となすとなるよう有効に活用していただきたいのであります。例えば不登校対策に取り組む絶好の時間が与えられたわけでありますので、不登校児童生徒に対して今まさに教師の愛と情熱を示す時であります。今日不登校問題は危機的状況にあります。教育の専門家と称する人たちの登校を促してはいけないというのは私の体験上全くの眉唾であります。無責任極まりない対処法だと思います。結論から言えば不登校児童生徒に対しては断じて休ませないようにすることです。愛と情熱を傾けて説得することです。説得するほどの熱意があれば不登校問題は解決します。教師が子どもたちの前に立つことを誇りに思い、自信を持って学級経営に取り組み、何としてもクラスの仲間を大切にして、そんな教師を子どもたちが好きになる、そして教師と子どもたちが心の通い合うようなクラスを作れば、どうして子どもたちが不登校になりますか、なるはずがありません。まさしく今、不登校問題の解決に全身全霊をかけることは、教師の教師たる試金石であります。それが叶わないならば、教師の仕事を辞するべきであります。それほどの覚悟を持って取り組まなければならない時であります。教育長のご所見をお伺いいたします。続けて教育長にお伺いいたします。昨年4月30日天皇が実に約200年ぶりとなる生前譲位がなされました。譲位された天皇には最高の天皇という意味を表す太上天皇の称号が贈られ、上皇という略称で呼ばれました。上皇を両陛下におかれましては常に国民に恩義心を注がれ、国民に寄り添い、国民の幸せと日本国並びに世界の平和を祈り続けてこられました。国民の一人として心よりの感謝を申し上げ、と同時にどうぞ今後はお健やかに穏やかな日々をお過ごしいただきますようにお祈りを申し上げます。そして平成31年4月30日の大礼正殿の儀により30年間の平成の時代に幕が下ろされ、新たな令和の御代となりました。翌5月1日天智堂昇敬の儀、賢所の儀、皇霊殿神殿に報告の儀を終えるや、即位後朝見の儀によって皇太子殿下が第126代の天皇としてご即位をされたのであります。以後ご即位一般参賀、即位礼正殿の儀、教演の儀、大上宮の儀、そして一般参賀から国民祭典へと続きます。神武天皇ご即位以来、あたかも神話と歴史の現実が一体となるかのように2680年と続いて継承されてきた、まさしく我が国の歴史と伝統を目の当たりに遭遇し、日本人として等しく喜びを享受するとともに、新帝陛下のもと世界から称賛される美しく昭和の取れた明るい日本の未来を切り開いていかなければなりません。かかる御代代わりに関係する諸行事を未来を背負う子どもたちが共に体験して歴史の重さや誇りを学ばなければなりません。しかしながら
戦後の誤った学校教育の中で、子どもたちは日本の文化や歴史に対する自信と誇りを失い、愛国心を語ることもなくなってしまいました。日本に生まれながら、日本のことを一番知らない国民になってしまいました。自国を愛する心があってこそ、他国の愛国心が理解でき、他の国を尊重することにつながる道であります。そこで教育長にお伺いいたします。教育現場にあっては、これらの身代わりの生きた教材を通して、歴史の重さや誇りをどのように子どもたちに学ばせてきたのでしょうか。その指導の実際を教えてください。次は農業問題等です。農林水産部長及び土木部長にお伺いいたします。今、岡山市北区密を中心に農業後継者ともいえる若者たちが、休耕田や耕作放棄地を耕しながら野菜作りに取り組んでいます。その若者たちは、生産者の所得向上を図るべく、産地の拡大や生産量の増産、ブランディングなど、今日の農業が抱える様々な問題を背負いながら、例えば担い手の確保や育成、儲かる農業への工夫と挑戦など、懸命に頑張っております。私はこれらの若者たちを中心に、明日の農業を語る会を結成し、しばしば若者たちの今日ただいまの問題を聞くことがあります。その問題に対する真摯なお答えをお願い申し上げます。その第一は、岡山県は令和5年度を目標とする野菜農業振興計画があります。その重点品目に挙げられているアスパラガスの栽培に、増産のために耕地を拡大しても、ビニールハウスを建てても、いささかも助成されないのはなぜでしょうか。重点品目に挙げられているアスパラガス栽培への支援について、現在の状況はどうなっているのか、また今後どう取り組んでいかれるのか、合わせて農林水産部長にお伺いいたします。その第2に、脱サラをして新規農業者と認定されれば、経営確立を支援する農業次世代人材投資資金が交付されます。農業の全くの素人でありますから、これは助かります。しかし、同じ脱サラをしても、農業には全くの素人であるにもかかわらず、親の後継者であるなら、この資金はいささかも交付されないのであります。後継者が誕生すれば、その農家の収入が上がるのであれば、それも理解できます。しかし、後継者が誕生するだけでは、農家の収入は上がらないのです。脱サラをして、親の後継者として農業に転じた人をも、新規就農者として、このような資金を交付すべきではないでしょうか。農林水産部長のご所見をお伺いいたします。その3は、パクチーの栽培に関することであります。今、市場からのオファーも多く、人気のある作物に岡山のパクチーがあります。牧志地区では、パクチー栽培に取り組んでもうすでに20年になります。その間、生産量の増大と安定出荷、そして何よりも品質にこだわりながら栽培に取り組んできましたが、今、連作障害に悩まされているのであります。パクチーはマイナーな品目でありますから、登録農薬が少なく、連作障害を改善する農薬も少ないのであります。現在、輪作によって何とか栽培を継続していますが、さりとて広い農地もなく、生産量を維持して安定的に出荷することが困難になったのであります。パクチーはセリ科の植物であり、同じセリ科の人参栽培等に登録されているソイリーンやロロックスのような土壌消毒剤や除草剤を登録すべきではありませんか。農林水産部長のご所見をお伺いいたします。その第4は、パクチーの栽培に関連してダムの放流に対する要望であります。パクチーの産地である武蔵地区は旭川沿いにあり、氾濫のたびに農作物や資材が濁流に流される地域であります。平成30年7月豪雨でも大きな被害を受けた地区であり、その度に復旧復興にかける大変な労力や日数、資金を要します。結果、売上は減少し、経費は増大し、所得は減少を強いられる地域であります。何とぞ、これらの地域に過剰な負担を負わさないよう、ダムの放流が適切に行われますよう、強く要望するものであります。土木部長のご所見をお伺いいたします。
ソロの第5話、モンゲイバナナに関することであります。去る2月25日、果物王国岡山推進議員連盟はバナナの栽培に取り組む岡山市南区西高崎にある DT ファームを訪問、バナナの生育状況の調査に参りました。創業者であり技術責任者である田中節造さんからバナナ栽培の概要説明の後、ビニールハウスの栽培場所を歩きました。参加された皆さんは終始感動と驚嘆の連続でありました。農業法人株式会社 DT ファームの設立は平成27年12月、資本金は300万円、1期の年商は約9000万円、以後2期6億円、3期8億4000万円、4期10億円とうなぎ登りに収益を上げ、令和2年の今期は18億円を見込んでおります。そして2021年12万株のバナナを植え、その売上目標は約50億円であります。今でこそ門芸バナナの栽培も軌道に乗りましたが、田中氏は苦心に苦心を重ね、40年以上の歳月をかけ凍結解凍覚醒法を開発、冬は氷点下を記録する岡山県において国産バナナの栽培に成功、今や全国各地に 国内はもとより世界から注目を集めております。この凍結解凍覚醒法による耐寒性種苗はバナナからコーヒー、カカオへ、そしてアカシアハイブリッドへと続いていっています。まさに夢のある儲かる農業へとつながっているのであります。ところでバナナの凍結解凍覚醒法による効果を見ると、その収穫力や収穫速度は従来の種苗に対して格段の違いがあります。門芸バナナは無農薬栽培で皮まで食べれるやキャッチフレーズでありますが、3年に5回750本から1000本の収穫であり、なお植えてから収穫までの期間はわずか9ヶ月であります。またその糖度は従来産が15度から20度に対し、実に25度以上であります。また2017年にはアグリテックサミットにおいて最高賞の SMBC 賞を受賞するとともに、岡山イノベーションコンテスト優勝、中国地域ニュービジネス大賞、また2018年には日本新事業創出大賞として中小企業長官賞も受賞しているのであります。顧みれば田中氏は起業するときに岡山県にバナナ栽培の支援をお願いいたしました。しかし全く相手にもされず、ただの一円の助成もありませんでした。そしてそれは今日に至ってもなおそうであります。なぜ支援をしなかったのか、今後も支援はしないのか、そして今日ただいまの DT ファームが始めたバナナ栽培についてどのような感想をお持ちですか。農林水産部長にお伺いいたします。最後に外国人技能実習制度の実態等について県民生活部長及び産業労働部長にお尋ねいたします。外国人技能実習制度は我が国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和の発展を図っていくため、技能技術または知識の移転により開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的として14カ国と協力を覚書を交わし実施されていますが、交換さまざまな問題が噴出しております。その問題を行政指導で解決しなければその目的を達することができないばかりか、彼らは帰国後にこの美しい国日本を奴隷国家と揶揄し、反日が喧伝されかねない状況にあります。これらの問題はインターネット上に公開されているばかりか、書籍、月刊誌等を通して報道されるとともに、日本弁護士会連合会、日本労働組合総連合会、アメリカや国連機関からの問題点の指摘や意見書等によって批判されているのであります。今、外国人の労働者を受け入れにあたり、必要なかつ的確な体制や制度が整えられているのでしょうか。外国人労働者を雇い入れている企業経営者や管理団体からの責任者にもその実態をお伺いしてお尋ねするものであります。まず第一に、
彼ら自治中世の人権が守られる仕組みができているのかであります。企業の単なる人手不足を彼らに担わせ、安い労働力として労働を酷使しているだけの実態はないのか。果たして同一労働同一賃金は守られているのか。それらを誰が監督し誰が指導するのか。今各地各所で長時間労働や賃金未払い、また暴言や暴行などによって失踪や行方不明の実態があることはご存知でしょう。また運び屋に押し込められたような住環境も許しがたいものがあります。これらの実習生の働き方や待遇等に対する指導監督は行政の責任においてなされるべきものと思います。なぜならば法務省厚生労働省による管理団体への通達に、技能実習の適正な指導とともに悪質な場合には改善命令や認定の取り消しを行うと明記されているからであります。したがって実態を解明し積極的に指導監督に乗り出すべきであります。産業労働部長のご所見をお伺いいたします。第2に、実習生は入国前に多額の借金を背負わされるという実態があります。紹介料、手数料、保証金、渡航費、初期の滞在費等が実習生に課せられます。それらの多くは管理団体のピンハネになっている場合が多く、実習生を一人入れると毎回利益が入ってくる仕組みであります。送り出し国と我が国の間にブローカーが暗躍するような仕組みを変えなければなりません。それが現行の制度の中でできないのであれば、なお行政が積極的に関与するべきであります。産業労働部長のご所見をお伺いいたします。第3に、外国人労働者が地域のコミュニティに溶け込んで地域のボランティア活動に進んで参画するような生活面での環境づくりにも取り組んでいく必要があるのではないでしょうか。県民生活部長のご所見をお伺いいたします。第4に、彼らの生活の壁は言葉にもあります。日本語学習の場を増やすべきではないか。ここにも行政の積極的な取り組みが必要であります。この点につきましても県民生活部長のご所見をお伺いいたします。最後に、これから外国人労働者はますます増加していきます。本県産業の担い手として活躍できるような環境整備が重要となりますが、総合的に対応できる組織体制の整備が必要だと考えます。また外国人労働者でも特に岡山に対して就職の希望や親しみがある国があるのではないか。例えばベトナム、ミャンマー、インドネシアであります。それらの国に対して岡山県からむしろ積極的にアピールするべきではないか。地方創生の観点から外国人労働者の受け入れについても行政から積極的に働きかけがあってほしいゆえんであります。合わせて産業労働部長のご所見をお伺いいたします。以上で一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。答弁を求めます。知事、茨城龍太君。自由民主党の畑議員の質問にお答えいたします。新型コロナウイルス感染症対策についてのご質問であります。まず意気込みについてでありますが、先般県内在住者の感染が確認されたことを受け、県民の不安解消のため最新情報を迅速かつ的確に提供するとともに、相談窓口の充実や医療体制の強化など必要な対策を着実に推進しているところであります。県民の命を守ることが最優先であるとの強い思いを持って、県民とともにこの緊急事態の対応に当たることが重要であると考えており、今後とも国や関係機関と緊密に連携しながら、私が先頭に立って感染拡大の防止に全力で取り組んでまいります。次に、補正予算の編成についてでありますが、新型コロナウイルス感染症への対応にあたっては、これまでリアルタイム PCR 装置の購入や飛
国者接触者相談センター設置に要する経費に予備費を充当するなど、今年度の規定予算を活用して対策に万全を期しております。引き続き感染拡大防止に全力を挙げるとともに、県民生活や経済活動等への影響をできるだけ抑えるため、国の動向にも留意しつつ、状況の変化に応じて補正予算の編成も含めた迅速かつ適切な対応に努めてまいります。以上でございます。県民生活部長、大野文彦君。いたします。外国人労働者への支援についてのご質問であります。まず環境づくりについてでありますが、県では地域において外国人がコミュニティに溶け込んで生活することを支援するため、在住外国人と地域社会をつなぐ地域共生サポーターの養成や活動支援に取り組んでおります。また県や市町村関係団体等では、地域住民と外国人が相互に理解し交流を深めることができるよう、各種交流会や文化講座等を行っております。引き続きこうした取り組みを通じて、外国人労働者を含む在住外国人が地域のボランティア活動へ進んで参画するなど、地域コミュニティの一員として生活できる環境づくりに取り組んでまいりたいと存じます。次に日本語学習の場についてでありますが、県内では平成30年3月末現在で、県や市町村、国際交流協会、民間団体等が34カ所で日本語教室等を開設しており、また県では民間団体等に対して日本語教室の開設を支援しております。在住外国人が増加している中、日本語でのコミュニケーションへの支援はその必要性を増しており、市議会を通じて国へ日本語学習の支援体制の充実の提案も行っております。引き続き国や市町村、県国際交流協会等と一層の連携を図りながら、地域の実情に応じた日本語学習の場の拡充など、県内に暮らす外国人の生活のサポートに取り組んでまいりたいと存じます。以上でございます。環境労働部長、小林健二君。お答えいたします。外国人労働者への支援についてのご質問であります。まず外国人技能実習制度のうち人権等についてでありますが、お話のように技能実習生に法定時間を超えた労働をさせるなどの事案が全国的に発生していることは承知しております。技能実習制度については平成29年に施行した技能実習法により、外国人技能実習機構が新たに設置され、実習生への聞き取り調査が実施されるなど、管理団体や受け入れ企業に対する指導監督体制が強化されたところであります。県としては、お話のような事案を把握した場合は、機構や労働基準監督署に速やかに通報し、技能実習生の保護につなげることとしております。次に、受け入れの仕組みについてでありますが、お話のように、管理団体が受け入れ企業から管理費以外の金銭を受け取ることや、送り出し機関が技能実習生から基準を超える手数料等を徴収することは、技能実習法及び二国間協定において禁止されているところであります。管理団体の指導監督は国や、送り出し機関の指導監督は相手国が実施しているところでありますが、県としては不適切な事案を把握したときは、
関係機関へ通報するとともに、管理団体が県所管の法人である場合は、中小企業と協同組合法に基づく処分を含め、厳正に対処してまいりたいと存じます。最後に、組織体制等についてでありますが、昨年2月に関係部局により庁内連絡会議を設置し、増加が見込まれる外国人労働者の受け入れに向けた取り組みや、共生社会の実現に向けた環境整備などを進めるため、情報共有を図っているところであり、まずはこうした場を活用し、外国人材の受け入れを総合的に推進してまいりたいと考えております。また、海外への働きかけについては、我が国への留学が増加しているベトナム、医療・福祉分野の人材が豊富なインドネシアなど、国ごとの特性を踏まえた対応が重要と考えており、岡山が就職先として選ばれるよう、今後取り組みを進めてまいりたいと存じます。以上でございます。農林水産部長、伊藤敦也君。お答えいたします。農業問題等についてのご質問であります。まず、アスパラガス栽培についてでありますが、県ではアスパラガスの産地育成を図るため、国事業も活用し、認定農業者や3戸以上の営農集団などの要件を満たす方々を対象に、ビニューハウスと設備の導入を支援しております。また、経営規模の拡大を希望される場合には、農地中間管理事業により、農用地の斡旋を行うほか、一定の要件のもと、耕作条件の改善への支援を行っているところであります。引き続きこうした取り組みを通じて、アスパラガスの生産振興に取り組んでまいりたいと存じます。次に後継者についてでありますが、お話の国の資金では、農業後継者についても、経営を開始するにあたり、新しい作目や新しい技術に取り組むなど、新規就農と同等のリスクを伴うと市町村長が認めた方を交付対象としており、県では後継者に対しこうした内容の周知を図ってまいりたいと存じます。また市町村や農協等と連携し、栽培技術や経営管理の指導助言を行うなど、引き続き後継者への支援に積極的に取り組んでまいります。次にパクチー栽培における農薬の登録についてでありますが、生産量の少ない品目の農薬登録は、国が都道府県からの要望を踏まえ、農薬メーカーからの申請を受け行うこととなっており、県ではパクチーについて平成30年度に国に対し、立ち枯れ病に関する農薬の登録要望を行っております。引き続き農業普及指導センター等を通じて、連作障害の発生など産地の状況把握に努め、国に対し必要な農薬の登録要望を行ってまいりたいと存じます。最後にバナナ栽培についてでありますが、県ではこれまでお話の企業に対し、融資制度の紹介や6次産業化計画の認定に向けた相談支援などに取り組んできたところであり、現在、市町村等と連携し、生産関連施設等の整備への国事業の活用に向け、必要な助言等を行っているところであります。お話の凍結・解凍覚醒法は、農業の発展可能性を広げる地元企業による新たな技術として大いに期待され、知事からもしっかりと応援するようにとの指示を受けており、県においてもこの技術の活用を通じて地域農業の振興が図られるよう、必要な支援に努めてまいりたいと思います。以上でございます。
土木部長、日野塚和弘君。お答えいたします。農業問題等についてのご質問であります。ダムの放流についてでありますが、これまでも捜査規則に基づく適切にダムの操作を実施しているところでありますが、今年度から大きな洪水が予想される場合に、事前にダムの水位を下げる事前放流について本格的に運用を開始したところであります。また、国において旭川ダムの洪水調節容量の増大など、治水機能の向上に取り組むこととしており、引き続き適切なダムの操作に努めるとともに、国とも連携しながら、お話の地域も含め、旭川ダム下流域における浸水被害の防止、軽減に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。教育部長、会議元吉明君。お答えいたします。新型コロナウイルス感染症対策についてのうち、まず小中高校等の臨時休業についてでありますが、県教委では国の要請を踏まえ、児童生徒の健康安全を第一に考える観点から県立学校の臨時休業を3月2日から行うこととし、こうした内容を市町村教委に周知したところでありますが、お話の意思につきましては、当初地域における家庭の状況や県内で感染が確認されていないこと等を踏まえ、臨時休業を実施しなかったと聞いております。それぞれの状況を踏まえた市町村教委としての判断と考えております。その後、県内に住所を有する方の感染が確認されたこと等を受け、現在茨城市では全校で、今坂市では中学校でそれぞれ臨時休業を行っておりますが、いずれにしても児童生徒の健康安全を第一に考え、それぞれの状況に応じて適切に対応するよう引き続き働きかけてまいりたいと思います。次に、不登校問題についてでありますが、すべての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、教職員が一丸となって不登校児童生徒に向き合っていくことが重要であると考えております。不登校については、休み始めた当初に登校を促すなどの対応が重要と考えており、現在、岡山型長期欠席不登校対策スタンダードに基づき、休み始めの3日目までの学校の組織的な対応の徹底を図っているところであります。また、こうした不登校を生まないためにも、校長が強いリーダーシップのもと、教職員が分かる授業づくりや、一人一人が大切にされる学級経営にしっかりと取り組むなど、児童生徒が登校したいと思える魅力ある学校づくりが進むよう、学校や市町村教委を指導してまいりたいと思います。最後に、歴史等の教育についてでありますが、学校では社会科の授業で天皇の地位や国事行為について指導を行っておりますが、この度の皇位継承に係る一連の儀式に際しては、国からの通知を踏まえ、児童生徒に対し、即位の儀や、令和という元号、即位礼正殿の儀等について講和するなど、国民こぞって祝意を表する意義や、歴史的な意味について指導しており、学習指導要領が示す伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する態度を養うよう取り組んでいるところであります。以上でございます。田君、よろしいですか。36番、はい、
番嬉しかったのは、農林水産部長が知事の思いを語っていただいたことであります。ありがとうございます。議連でお伺いした2日後に若い人たちを連れて田中節夫さんのご自宅まで訪問をさせていただきました。福島先生もご一緒でございました。ありがとうございました。その中で若い人たちが、これは岡山の新しい農産業として全国に発信できるのではないか、そして岡山県が日本一のなる世界一のバナナ大国になれるのではないか、あるいは休耕田や耕作放棄地を活用できる絶好の農産業になるのではないか、あるいはまた農業後継者問題も吸収できるのではないか、そんな感想を漏らしておりましたので、今後大いにご支援をいただき、ますます岡山の門芸バナナとして発展していくようにお願いを申し上げたいと思います。外国人労働者問題ですけれども、昨日江本県議が、県教委が教育現場に足を踏み入れて実際に教育改善が行われたというような非常に貴重なお話をいただきましたけど、この外国人問題に対してはぜひとも行政側がきちんと現場に足を運んでいただいて、その実態を見た上で指導すべき監督すべきところはきちんと取り組んでいただく。そして私の質問に対しても、県民生活部長あるいは産業労働部長のお答えをいただきましたが、この問題に関しては行政の窓口を一本化して組織を総合的にワンストップで取り組んでいけるような体制づくりがいいのではないかというふうに思っています。最後、不登校問題でございますが、学校云々の問題ではなくて、人は人によって感動するものであり、人は人によって変わるものであります。子どもに対してはやはり教師一人一人の覚悟であり決意であろうというふうに思っております。教師一人一人の愛と情熱こそが問われるのではないかと思います。ありがとうございました。以上で畑君の質問は終了いたしました。